カタリストは、パールで書かれた、オープンソースのウェブアプリケーションフレームワークで、モデルビューコントローラーのアーキテクチャを持ち、実験的なウェブのパターンを数多く持っている。Ruby on Rails、Maple、s p r i といったフレームワークに強い影響を受けている。カタリストは、主に、パールのライブラリーやアプリケーションの公式配布元で、ある C 一般を通じて配布される。カタリストは、 定義は一度のみ行われるべきとする、don't repeat your self 原則に基づいている。カタリストは多くのモジュールの内から一つだけを使って、データベースからクラスを引っ張り出すことによって利用される。従って、データベース層に関するコードは必要とされない。しかし、何かにつけ融通を聞かせようとするなら、それもオプションで利用できる。カタリストのもう一つの原則は、自在さである。 カタリストはすでに Web アプリケーションを操作するために使われている既存のパールモジュールの再利用を促す。カタリストには多くのプラグインがある。例えば AJAX や RIA のための JavaScript の生成にはカタリスト、プラグイン、プロトタイプモジュールが使われる。開発やテストのためにカタリストは組み込みの鍵、HTTP サーバーがある。 製品の利用については、アパッチかファストクギー付きのライトトップド、モッドパールサポートが推奨されるが、CGI やファストクギーをサポートしたウェブサーバーなら動作する。アパッチ上では、モッドパールでの利用が相当のパフォーマンスの助けになるが、複数のアプリケーションでもっとパールを共有することで不安定になるため、問題もある。カタリストは、 パールの DBI がサポートするデータベースならどれでも動作するが関係データベース管理システムが推奨されている。データベースアクセスはモジュールの一つを通しすべてのデータベースへのアクセスを自動的に操作することでプログラマーやカタリストからは完全に抽象化されている。もし必要ならダイレクトに SQL のクエリを利用することもできる。これは 異なるデータベース間でも移植性のあるデータベースにおいて中立的なアプリケーションが利用できカタリストアプリケーション開発において可能な限り既存のデータベースのユーザビリティを保つことができることを意味するただし RDBMS 間で機能が異なる場合にはフレームワーク単独では完全に機能を保証できないマスコール、ポストグレスコール、エスクアリ IBMDB に オラクル、マイクロソフト SQL サーバーといった複数のデータベースをサポートしている CPAN におけるカタリストのモジュールありがとうございます。